はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使、再びバンコクからプレーをしていきたいと思います。で、前回ですね、徳川家康と開戦の後、その家康軍を撃破して三河を制圧したので、今回はいよいよ信長との開戦を視野に入れて、進めていきたいと思っています。で、一応ですね、取った三河の方には、武将も入れてまして、浜松城には家康を、で長篠城には清康を、で吉田城には星名正幸、岡崎城には榊原康政で、刈谷城には酒井忠次という布陣で、信長包囲網を結成しているという状態です。で、画面の上部にお金とあと兵糧が出てると思うんですけど、今兵糧が2万3000で、大軍を動員するにはちょっと2万3000では足りませんので、しばらくの間はね、おとなしく、内政の方をやっていきたいと思っています。まあ、もちろん信長の方から仕掛けてくる可能性も、なきにしもあらずとは思いますが、というところですね。で、浅井足利との同盟が切れますね、ここで。なので、いつもの兵糧外交を行っていきましょう。兵糧外交が決まれば、それなりに兵糧がたまるので、戦争を仕掛けることも不可能ではないな。まずは浅井へ兵糧をちょうだいと言って、同盟を引き出しましょう。交換条件として、今勝家とね、謙信が、いや謙信じゃないな、これはどっちだ、上田上杉家の方ですね。画面の左上の方に出てますね。で、勝家と上田上杉家、まあ、これはつまり景勝になりますけど、が戦争中で、どっちが勝つんだろう。あ、ちょうど今佐渡で戦争が起きそうですね。これどっちが勝つかによって、今柴田の方に、勝家の方に肩入れしてますけど、もしかしたら景勝が勝つと面倒くさいことになるかもしれませんね。さあ、ではまずはそうは言ってもきっちり投資進出等々をしておきましょう。農業系はやっぱりね、しっかりルミンが多いところでやっておくのが基地ですからね。さあ、ここだ。勝家軍が3万5000で、景勝が2万4000で、景勝軍が勝利か。これ2万4000の兵でよく勝家軍3万に勝ちましたね。まあ、となると、まあ、ちょっと想定していた景勝支援が裏目に出た感じかな。さあ、12ヶ月の同盟なんで、これはもちろん OK ですね。期待通りの動きです。これで次の9月には、まあ、約10万の兵糧が手に入るので、信長に対して力攻めが可能ですね。と思ったら日照りか。これだからな。さあ、表情ですね。お、さすが家康だな。三成もいる。秀忠も商業、まあ、内政値は高いですからね、秀忠も。まあ、ただもっとできるはずだということで再興させましょう。で、三成が光り輝き、家康はさらに高みへ登り込んだな。これにて表情を終わります。この作品いかがでしょうか。
で、家康からは、鉄砲取引量増加か。これも嬉しいけど、お金が必要ですからね、そのためには。あとは大規模開墾か。農地最大値上昇、開墾効果上昇か。これもやりたいですね。朝廷工作。さあ、まずは、ただ、ここは、湾口徴収を上げておきましょう。やりたいのは、母衣衆結成をやりたいんで、そのためには、特に軍事が全く足りないっていう状態ですね。ちょっと覚えておきましょう。次は軍事を中心にやると。あとは干ばつ対策もやっておきたいんですけどね、農業地が全然足りませんね。そしたら、ちょっとそろそろ三河の方も、流民が一段落してると思うので、兵のね、調整をしておきましょう。まあ、例によって7月ぐらいに開戦をして、兵糧を補充しながら信長を攻めましょうか。尼子に対して秀吉が宣戦布告。鈴木との同盟が切れたんで、鈴木に対してはこれもいつもの兵糧外交で兵糧を得ておきましょう。信行が信濃に兵を進める。まあ信行だったら弾けるかな、仮に攻め込んできたとしても。まあ、本当に信行がね、攻め込んでくるかという話もありますが、そうか、続きはいよいよ兵糧がないな。鉄砲はただ5000丁もらえる。ちょっとやってみる？めちゃくちゃ鉄砲持ってるね、鈴木は。24ヶ月の同盟で鉄砲5000か、全然いいな。鉄砲5000って兵糧1万よりも全然価値高いですからね。そうなるとな、鈴木も制圧して鉄砲の量産地を手に入れたい気もしますよね。さあ、では、対信長戦を視野に入れて、大垣、稲葉山で一気に歩兵をかけましょう。4ヶ月後か。ちょっとここは4ヶ月後を視野に10月開戦でいきましょう。
まあ信長と相対するわけですからね、しっかりと足軽を雇っておかないと。さあ、表情ですね。原因、商業か。ちょっと今回はね、農業も欲しかったんですが、利休もいるけど、まあ、ここはやっぱり農業が欲しいんで、これでいきましょう。まあ、再興させても原因がね、後光を放つのをやめる可能性があるので。鉄砲獲得か。これやりたいな。鉱山なる条件から毎月鉄砲が納品される。すぐにでもやろう。鉄砲が勝手に入ってくるって最高に嬉しいじゃないですか。だってで、商業が29、ちょっと届かなかったか。まあしょうがないですね。ただこれで鉄砲が毎月どんくらい入ってくるんだろうな。ちょっと確認しておきましょうね。鉄砲が今いくらあったかっていうと5000ちょっとあったはずなんで、これで毎月どんくらい入ってくるかが分かると思います。で、当家に、使えたいということ、まあ一応全員雇いましょう。じゃあ武将はね、正直余ってるといえば余ってるんですけど、さあ、いよいよちょっと進出できるところがなくなってきたんで、今川とかに対して通商協定を結ぶ交渉をしますか？一切応じる気ないね、一切。これでもかっていうぐらいないの。そうすると勝家に対して通商協定を申し入れておきましょう。これで越前加賀あたりに対して進出ができるはずですからね。よし、義継ぐと、ちょっと言えなかったな。大谷義継ぐとの、同盟が切れたんで、これでまた兵糧外交ができるな。この兵糧外交を使わないともはや成り立たないですね、このゲームは。何？勝家のところは何で？もう3つの家が進出済みだ。わあ、やられたな。これはしょうがないな。そうなると地味に探して進出していくしかないですね。10月開戦に向けて着々と戦争準備整えてますからね、我々としても。さあ、ではまず農業からやっていきましょう。秋なんで開墾系かな。ちょっとね、治水値が下がってきてるのが気になりますけど。こうなってくるとね、開墾の効果、
上昇を先にやっておきたかったなっていう気が今更ながらしますね。ちょっとパソコンの方からメッセージが出ちゃいました。すいません。あとはそうだな、浜松城とかこの辺で開墾しときますか。ルミンが少ないとそもそも意味ないからね。確かに今出てきましたけど注意書きが。承知した、承知した、ルミン3とかね、結構細かいですよね。3っていう数字を出してくるあたり、3人だけいたんだな、あいつとこいつとそいつみたいな感じで。承知した、承知した。さあ一旦じゃあこれくらいにして、いよいよ戦争に入っていきましょうか。ただもう進出だけできるところが本当に減ってきましたね。北条と伊賀が海戦か。ここはどっちにもつかないで日和にする。ただどう見ても北条が有利だよな、今川の後ろ盾もあるし。長宗我部は村上に対して開戦。景勝 VS 謙信というこの血で血で争う戦いにも発展していきますね。ここはどっちにつく。まあここは謙信についておいた方がいいかな、まあ、通商関係もあるし。真田信之も E に対して宣戦布告ですね。さあじゃあ我々も宣戦布告していきましょう。これもう袋叩きですね本当に。直虎が一戦負けるとみんな直虎領に向かってこう進撃を開始するっていう。さあちょっとお金がもしかしたら足りなくなるんじゃないか疑惑が出てきてますけど。これにて表情を終わります。このような策はいかがでしょうか。騎馬突撃訓練、騎馬攻撃力上昇か、まあ、これやりたい気もするけどな。結局騎馬隊を編成するだけの騎馬数がないですからね今。さあいよいよ金がなくなってきてるな。今回は投資することすら不可能ですね。そしたらちょっと遠方は足軽を雇うのをやめる。一旦今回出兵しないような遠いところ、ちょっとそういう感じで兵を減らした方がいいな。むしろ判断が遅かったかもしれない。いやそもそもいないしっていうとこだな足軽。そうだな困りましたね。金がない。兵糧ちょっと売る。一旦だけこんだけ大事に集めてきた兵糧で売るっていう意味のわからない行為をしようとしてますけど、まあ、兵糧売って、そういえば鉄砲は今いくらあるの。6200か、結構あるな。じゃあ信長に対して宣戦布告していきましょう。で信長に味方するのは秀吉、勝家。お、長政は
どっちにも味方しないか。情勢が変わったな。いやいや、むしろ長政はこっちにつくか。日和見だな。長野家もこちらに。ありがたいですね。で、兵糧1万が送られてきたと。いや、本当にありがたいですね。そしたら、まずは援軍の要請をしましょう。まあせいぜい長政ですかね。小谷から長政に来てもらいましょう。金4200は無理だ。それ無理。やめましょう。兵糧は全然いいよ。あとは長政は出てこれないというか、まあ、4200払えないんでやめるとしてだ。吉本は、いや吉本もちょっと危険だよな、遠いっていう意味でね。じゃあほぼほぼ自軍の戦力だけで戦っていきましょう。で問題はどこに攻め込むかなんですが、まあ、長野城から入っていくか、いきなり清須に強襲をかけるか、もしくは犬山城。犬山城にした場合、信長の軍勢34000、かなりの大軍同士のぶつかり合いになりますね。長野城にしておく。いや、敵の数は少ないに越したことはないので、こっちは総動員をかけていきましょう。結局ヨシテルは呼ばなくて済んじゃった感じかな。そうなるとこれで総勢4万の大軍だな。この4万の大軍で攻め込みますか。じゃあで決戦の地は桶狭間。くしくも信長だな。くしくも信長ですよ。桶狭間にて信長率いる1万8000の軍との決戦。桶狭間で信長と戦いましょう。でどうでしょう、軍勢に余力があるようであれば岩村城に対して陽動兼実動も兼ねて攻撃隊を出しますか。数はそんなにいらないと思うんですよ。そうだな、せいぜい信虎とかもね、浜松はちょっと危ないので出すのをやめて、どうです8000の軍勢で岩村城を攻めましょう。でもし信長が、いやいやいや、一旦騎乗させよう。軍が動いてからにしましょう。実際にね、本体が動いて、4万の本体が鳴海城で桶狭間の決戦を始める直前ぐらいに動員しましょう。いや、直政は連戦だな。まあ、さすがに信行の軍勢2万5000には勝てなかったか。は、いい家は滅ぼされましたね。まあ展開としてはそんな感じかなと思いましたけど、さあでは信長の方も集結をしたようなので、いや待って待って、
信長はこっちに転戦してくる可能性があるな。いや、桶狭間で破ってからにしよう、信長軍。報告いたす、いたす。先月の終始、終始。かたじけだ、かたじけだ。信長軍は数2万、桶狭間にての決戦ですね。そうか、1万8000同士になるのか、しまったな。でだ、いや危険だなこれ。信長でしょ、だって何と言っても相手は。うわ、迂闊だったな。我が力が尽き、お見せしよう、お見せしよう。ここは本陣切り込みとかもやめて無陣形で臨みましょう。いや、まさかそうだったか。桶狭間決戦とは確かに大軍が動けない状態にされてるな。迂闊でしたね。これは気が緩められない戦いになったぞ急に。ただ味方もね、そうそうたるメンバーですからね、これ。そう簡単にね、信長がいくら強いとはいえ負けるとも思えないけど。まずは複数の部隊で敵を叩いていくっていうのが、定石ですかね。定石通りに進みましょう。で、信長とね、直接刃を交えると削られまくる可能性があるんで、それはちょっと避けたいなあというところですね。さあ、まずはじゃあ家康はどこにいる？家康は向き直って、勘助隊にぶつけよう、内藤隊は。で、安政は足止めしている間に高坂正信を敵の背後へと回り込ませましょう。さあ、まずは予定通りのコースで戦っていきましょう。始めるぞ。この戦すべては我が掌中です。ゲチゲチ、覚悟しろ。ご命令を。覚悟は良いか。時には大胆に攻め込まねばな。内藤隊がちょっとあれかな、そうなると、お通夜の方と
カンスケに攻撃を受けてる感じかな。まあ、今前線で戦っている部隊はこちらの方が圧倒的に多いので、まあ、有利には進めてますよね。内藤隊もよくやってる。まあ、こっちは陣を取りに行ってないんで、まあ、つどつどターンが終わるごとに巻き返しを受けてますけどね。今は敵の兵に対して部隊に対して、複数で当たる方が大事ですからね。そしたら追っ手として、星名正俊隊を信秀の追っ手に差し向けましょう。で、お市様は逃がさないということで包囲戦に移ります。カズマスの鉄砲隊がうざいな。投資ですね。もう2つぐらいの部隊を階層に追い込めれば変わるけど、サコンがな、鉄砲隊に一方的に撃たれてるな。信長がお出ましになる前に終わらせたいですよね。そしたら左近はちょっとこのまま狙い撃ちされても困るんで下がりましょう一旦。我が左近、ご覧ください。ゲチよ、ゲチよ、覚悟せよ。格の差、思い知るがよい。正々堂々勝負せよ。放て、切り込め。策のある者がいるようです。我が策がご覧下され。覚悟せよ。この一撃全てをかける。今こそ。おっと、間違えちゃったな。しょうがない。今ね、やりたかったのは高坂隊は勘助を横から通撃したかったんですが、ちょっとね操作を間違ってしまいましたね。
信秀の方の追撃はまだまだ時間がかかりそうだけど、まあ信秀の隊をね外に出しておけるだけでも、まあ役割としては立派に果たしてくれてますね。お、ここで信長自ら出てきたか。いやー、せっかくここまで来て信長と対するのか、危険だな。まあでもしょうがないですね、こうなった以上は信長を狙うしかない。ご覧くださる。ご命令ください。やりたい。前へ。一斉に放て。策のある者がいるようです。我が策をお聞きくだされ。我が策をお聞きくだされ。今こそ雌雄を決する時。まあ、なんとしてもね、信長隊を海藻に追い込めれば、その時点で勝利はほぼほぼ確定しますからね。策がございます。ゲチ、覚悟しろ。我が策、ご覧くだされ。まあ、こういう時騎馬隊だとね、決戦場での行軍速度が上がって一気に戦いを有利に進められるんだろうなとは思うんですけどね。さあここで信長隊を海藻に追い込みたい。できるか。もう2ターンぐらいしか持たないと思うんですよね、味方の方の士気も。信長相手に結構下がってきてますからね。信長もでもすごいですよね、完全に四方八方敵に囲まれてまだ持ちこたえてるからな。このまま終われません。よし、信長隊を改装させた。これでこの合戦にも勝利できるでしょう。まあ、さすがに家康の優秀な家臣団プラス武田の優秀な家臣団で結成された軍団ですね。お、柳田さんに裏臭いだな。かたじけない。そしたらここは家康は鳴海城を力攻めにしましょう。で鳴海城から末盛名古屋清須長島と行きましょう。でもう一部隊、最初話したように岩村城攻略隊も出していきます。でここに関して言うと、もうね30日を超える人たちはいらないという感じでいきましょうか。よし、鳴海城取ったね。早かったな。
まあ、信長にはじゃあお市を差し出してもらおう。お市、命惜しくばお市を差し出せという感じですかね。そうすると犬山城は岩村城を攻撃した部隊に任せるとして、家康の部隊は末盛、名古屋、清須、長島と攻略して凱旋しましょう。岩村城の方はまだ集結中だね。また信長が出てきたか。6000もよくかき集めたな。そしたら、ここはどうしようかな。もう敵は数でいうと知れてるので、思い切って全軍突撃で一気に決めましょう。いやでもな、危険か。いや大丈夫だろう。本陣切り込みにする。本陣切り込みにしましょう。で、切り込み隊は左近、うってつけだな。左近に任せておけば安心ですね。まあ、信長さっきね9500、まあ、1万近い軍勢率いてましたけどね、今回はたった7000、700ですからね。始めよう。行くぞ、行くぞ。敵の移動所知れました。お、信長が突撃してきている。まさかまさか、信長が短期で突撃を仕掛けてくるとは思わなかったな。これが新しき戦、新しき、まあ、それだけ信長も追い込まれてんだな。まあ、そうと分かれば全軍で信長を海藻に追い込むというのが一番早く決まるかな。始めます。敵の居所知れました。寄り添い、寄り添い、放て。もう何にもあったもんじゃないな。この戦、これで終わらせ。まあ、誰に撃っているかとかも関係なくやっちゃいましょう。団子だな、完全なる。まあ、ただ数が多いときはね、むしろこういう戦い方をした方が確実ですよね。変に策をこう浪して格好撃破されるぐらいだったら、軍勢の数で圧倒的なときはね、一気に削りにかかった方がいいですよね。左近隊が回想したか。まあ、ただ家康が無事だったら何の問題もないですね。我が覚悟お見せしよう。今は守る。用心だけはいらないかな。用心はね、下がっちゃいますんでね。今は下がるよりも攻める。あと5ミリぐらいなんで、敵の戦力、戦意ゲージかなを削り取るには。いやでもね、信長強いですよね。あの兵力でよくこっちも3000も削られたよな、本当に。お、信勝がいる。信勝の能力がちょっと悲しいぐらいにしょぼいけどね。さあ、ではここは家康は末盛城を力攻めにしましょう。で、岩村城攻撃隊ももうすぐ出発できますね。まだ死ぬわけにはいかないのです。よし、末盛城はダッシュ。お市を差し出したな、信長。土田御前とかね、いますね。まあ一応全員
解放してあげて、後に全員ひれ伏してもらいましょう。では名古屋城へ進撃。犬山城石田家に城と、いや信長申し訳ない、ここは領土の割譲を求めているのではないんだ、信長の首を取る、そういうことですよ。とい、あお間違えた。まあしょうがないな、しょうがない。犬山、清須、長島、岩村が残ったわけだな。まあ一旦じゃあ兵を戻しますか。間違っちゃったんでね、まあ一応大位置を差し出したんで許したという体にしましょう。まあ、再び決戦する時もあるでしょう。かたじけない、ご命令を。ではこのまま残しておいてもしょうがないので兵を返しましょう。戻るとしよう。信長の城残りは4つか。まあ次もう一度信長が兵をかき集めたとしても、こちらが圧倒的有利であることに変わりはないですね。犬山城はこちらに差し出されたので、そうなるとあとは岩村城か。岩村城はね、信玄の信濃勢でひともみにできるし、残った尾張、清須、名古屋あたりも、まあ言っても3つしか城がないので十分に撃破ができるかなっていう感じですね。はい、というわけで、今回は大位置を差し出せということで大位置をゲットしましたんで、一旦ここまでにして次回この続きをプレイしていきたいと思います。